はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日お話しする内容は、民泊でゲストに酷評されるときというテーマでお話をしていきたいと思います。民泊のホストをやっていると、ゲストさんから思わぬことでマイナスの評価をもらうことがあります。ゲストさんがチェックアウトをした後にレビューを書いてくれるわけじゃないですか。そのレビューを見たときに、初めてゲストさんがマイナスの評価を書いてくるっていうこともあるんですけれども、実はこのパターンって少ないんですね。ホストをしている立場からすると、事前にこのゲストさんからの評価は低そうだなとか、このゲストさんはきっと高評価をくれるっていうのは、ある程度感覚値としてわかるんです。それはゲストさんとのメールのやり取りであったり、電話で話したりしたその温度感であったりとか、その人の人柄というのを感じることによって、このゲストさんはきっと満足度が高いだろうなっていう風に感じたり、このゲストさんはこんなことがあったから多分マイナスの評価してくるだろうなとか、星は3つや4つにしてくるんじゃないかなんて不安が事前に分かったりすることもあるわけなんです。私も長らく民泊としてホストをやっていますけれども、ゲストさんからのマイナスの評価をもらうというのはこういう時だというのはあらかた分かってはいます。ちなみに私が言うマイナスというのは、 Airbnb であると3の評価をもらったらもうマイナスという気持ちではいるんですね。では早速お話をしていきたいと思います。まず民泊のホスティングをするにあたって、絶対に避けなければいけないのは清掃の不備なんです。いいホスティングをしてゲストさんに満足をしてもらうには、オペレーションも当然大事なんですけれども、絶対的に大事なのって清掃の分野なんですね。だから清掃はしっかりしているという前提で話をしていきます。清掃の中でもやってはいけないミスと仕方がないミスって、その中でもあるんですよ。まずやってはいけないミスって何かというと、ボンミスです。要するに一発レッドカードなんですよ。これは何かっていうと、前のゲストさんが出したゴミをまとめて部屋の中に置いていて、そのまんま回収をし忘れてしまうとか、こんなミスは滅多にないですけれども、キッチンに前のゲストさんが使ったまんまの食器が残っているとか、他のところは隅々掃除はしているけれども、トイレだけはドアも開けずに掃除をし忘れてしまった。こういうようなやってはいけないボンミス、やり忘れというのは一発レッドカードです。このミスをゲストさんに発見されて、ホストさんや運営さんに連絡が行ってしまった時というのは、当然のようにマイナスの評価がついてしまうというのはわかりますよね。このボンミスって実は清掃スタッフであると誰にでもあることなんですよ。一番の理想形で言うならば、A さんというスタッフが掃除をした後、必ず B さんという別のスタッフが見て回るというのが、これが理想形の形なんですけれども、すべての部屋をダブルチェックというのは、コスト感が全く合わなくなってしまうんです。だから要注意物件とかだけピンポイントでやるというのはできますけれども、全部の部屋を全部二人体制で見直すっていうのは全く合わなくなってしまうので、物理的に不可能ではあると思います。しかしコロナの時期など稼働率が下がってしまうことによって、なおかつ清掃であったり、そういった清潔さの部分にみんなが敏感だった時期には、うちの会社でもこのようなシステムを取り入れていました。コストが割れたとしてもクレームを出さないということを、まず第一に、与えられた件数が少なくなってしまった今の時期だからこそしっかりやっていこうということはやっていたことはあります。ダブルチェックが理想とはいえ、ダブルチェックは現実的に不可能です。じゃあ私たちの会社でどうしているかというと、報告用の写真撮りをしっかり撮っていくということなんです。だいたい25平米ぐらいのワンルームであると40枚くらい、戸建てであれば7、80枚ぐらいの写真を撮り、システムにアップすることによって URL としてオーナーさんに送ることができるわけなんです。この写真を撮ることによって、私も経験がありますけれども、自分の清掃は完璧だと思って写真を撮ると、おっとっていうことは結構あるんですよ。キッチン周りは全て終わっていたけれども、あれ電子レンジの中の天井拭いてなかったとか、自分は綺麗に清掃したつもりだったけど髪の毛が落ちてるってことを見つけることができたり、清掃完了後の玄関に雑巾が置いてあることを見つけたり、なんていうようなことは自分で写真を撮ることによって気づくことってあるわけなんですよね。だから私の会社では写真撮りというのが自分自身の見回り代わりになるわけなんです。だから写真撮りの時は、誰かから電話がかかってきても後回しにして、まず写真はしっかり撮りなさいというアドバイスをしているわけなんです。このように写真をしっかり撮ることによって、やり忘れであったりボンミスをある程度防ぐことはできるわけなんです。ゲストさんの評価がすごくマイナスになってしまうというのは、必ず理由があります。その理由というのは、二つのミスが重なった時なんですね。実際自分も民泊清掃をやっていたり、民泊ホストをやっていて、ゲストさんからマイナスの評価をもらう時って、必ず
二つ何かが重なった時なんですよ。どういうことかというと、掃除の分野で言うなら、例えば髪の毛が落ちていたとするじゃないですか。実際髪の毛が落ちていてゲストさんが不快に思ったとしても、それ以外のところがすごく綺麗に清掃をされていて、オペレーションもしっかり対応していると、ゲストの満足度って落ちないんですよ。もちろんゲストの中には髪の毛一本でも絶対に許せないという方もいますけれども、基本的には髪の毛一本でクレームにはならないです。この髪の毛一本って、イエローカードと同じ意味合いなんですね。髪の毛一本イエローカード。でもここはもう注意が出てるわけなんです。この後にゲストさんが荒探しをしてしまった時に、はばきにホコリが残っているとか、バスタオルの設置が人数分なかったとか、そういうようなことが2個目の理由として絡んでくると、かなりの高確率でマイナス評価が確定してしまうんです。逆の話で言うならば、例えばの話、ゲストさんが11人で予約をしていたとするじゃないですか。でも清掃スタッフが10人分のリネンを置いてしまったとしますよね。1人分のバスタオルとフェイスタオルが足りなかったとしましょう。この時に部屋全体がすごく綺麗になっていたとしたら、タオルが足りないんですという報告で清掃会社がタオルを届けに行く、これだけで完結する話なんですよ。でもここにプラスアルファ髪の毛が落ちてるとなると、間違いなく髪の毛が落ちていましたというのと、タオルが足りませんということで、このマイナスとマイナスがプラスになるんじゃなくて掛け算をされてしまうんですね。これによってレビューにもマイナスのことを書かれてしまう可能性が非常に高くなるわけなんです。私も民泊ホストをしている部屋でこんなことがありました。部屋をチェックに行った現地のスタッフさんが鍵をキーボックスに入れ忘れてしまったということがあったんです。これによってゲストさんがチェックインに入った時にチェックインアナウンスを渡しているものを参照しながらチェックインをしようとするわけじゃないですか。キーボックスを開けたらまず鍵が入っていないという事態になるわけなんですよね。それによってゲストさんって若干イライラしながらこっちに連絡をしてくるわけなんです。そして私はスムーズにスペアキーを案内して、スペアキーを使って部屋に入ってもらいました。この時点でイエローカードが出ているという認識なんですよ。ああ、やっちゃったな、大失敗だなっていうふうに思うわけじゃないですか。しかし、ゲストさんがチェックインをした後に、部屋は綺麗に清掃されていて、そこは問題ないです。オペレーションとしても対応はわりかし早かったです。しかし問題が起きたのが、翌日の朝だったんですね。清掃スタッフが前回の清掃時に、ガスコンロの点火のチェックをしてくれていたわけなんです。ここで火がつくという証拠も写真で送ってくれていたんですけれども、その後にどういうわけかこの上に置く蓋の部分がずれてしまったんですね。ずれたことによってゲストさんが朝食を作ろうと思った時に火がつかないというトラブルになってしまったんです。さらにこれがチェックアウトの1時間前の報告だったので、すぐに行って直すということができなかったんですよ。時間的にも次のスケジュールがあるから購入した朝食が無駄になってしまいましたっていう話をされてしまったんですね。ゲストさんも結構落胆していたんですよ。そしてその部分としてはマイナスの評価として残ってしまったわけなんです。でもオーナーの立場からしても、お願いをしている清掃会社の立場からしても、実際に清掃会社さんが現地に行ったらものの10秒で治った話だったんですよ。でもゲストさんからすると使える状態で提供してほしいわけじゃないですか。こちらからするとすぐに治ることであったとしても、ゲストさんへのストレスではあったわけなんですよね。ここはすごくもったいないなというふうに反省してますね。この時って日本人のゲストさんだったんですけども、民泊をやっているとエアコンがつかないと言われて現地に呼び出されていったら、電池が入っていなかったとか、プラマイが逆になっていたとか、正直小学校高学年や中学生でも解決できるような問題で騒ぎ立ててしまうというゲストさんもいるわけなんですよ。ホスト側や運営側からするとそんなに問題じゃないことも、ゲストさんにとっては大問題ということはあるわけなんです。このように2つのミスが重なった時っていうのはマイナスの評価をもらってしまいますね。民泊の運営をしている立場からすると、セルフチェックインで提供している部屋で清掃はしっかりしていたとしても、ゲストにとっては迷子になってしまうことって必ずあると思うんですよ。例えばテレビの使い方一つであったとしても、地デジが絡むことによって、外国人の方だったらテレビの使い方ってちょっと分かりにくいと思うんですよね。電源をポチッと押すだけでテレビがちゃんと見れるかっていうと、そうもいかなかったりするパターンがあるじゃないですか。今だったらネットフリックスが見れたりとか、 YouTube もテレビで見れるようになっているんですよね。実際テレビで見たいけれども、テレビで見るにはちょっと難しいって思ってしまう方もいるわけなんですよ。こういう方たちからすると、予約前の情報では見れるっていうふうに聞いたけれども、実際自分のスキル
ルが足りなくて見れないっていうことに対しても不満であったりイライラになってしまうってことがあるわけじゃないですか。プロジェクターの設置についてもそうなんですけれども、ゲストさんからすると使用方法がとても難しく感じる時ってあるわけなんですよ。オーナーさんは善意で用意をしていたものがゲストさんにとってはストレスになってしまうということがあるので、ここの部分は注意をしなければいけないんですよね。良かれと思ってやったものがイエローカードにつながってしまっているってこともあるわけなんです。プロジェクターを使うことを目的として部屋を使ったのに、プロジェクターの部品が一つ足りなかったことによって見れなかったってなると、それだけでがっつりクレームになってしまうんですよ。その場合は話が違うっていうことで一発レッドカードになってしまうこともあるわけなんですよね。これによって評価1とか2とかもらったらオーナーさんからしてもたまったもんじゃないじゃないですか。部屋はすごく綺麗で新築で掃除もしっかりしているのに、プロジェクターの部品が足りなくて見えなかったとか、プロジェクターのつなぎ方がわからなくて見れなかった、でもオーナーさんが部屋に行ったらあっさり見れるなんてこともあるわけなんですよ。こういうパターンもうっかりと一発レッドカードになってしまうので注意してください。いかがでしたでしょうか。本日は民泊でゲストに酷評をされる時というテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルでは普段民泊や民泊清掃に特化したお話を定期的に配信しておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。